人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。ごと一発毎日が冗談じゃねえ、始まりました。今日はですね7月9日水曜日です。おはようございます。今日はねちょっとね何の話しようかな。あれだな、Google でさ、とんかつパンパンって検索すると、うちのとんかつが写真とかバーとか出んの。200枚ぐらい多分あると思うんだけど、それ見てもらってなんかあうまそうと思って来てくれた方って相当多くて、今食べログがいい悪いは置いといて、Google っていうのはめちゃめちゃいいから、その飲食店やってる人だったらぜひ登録して、それで自分ちのねこだわりのさその商品をさ出してみると、それを見て来てくれる人がいるっていうのはかなり有益な情報だと思います。でそれをやってるんだけど、コメントとかも書き込めて、それで星が1,2,3,4,5ってあって、それで何ポイントか点数もつけられるみたいな、星の数で。コメントが5件ぐらいあったんだけど、その5件がね全てなぜか5つ星だったんですよ。超うまい、マジやばい、こんなのありえないとか、ここで食えんだみたいな、やったみたいな、とんかつ焼きたーみたいな、もう嬉しいコメントばっかりで、それはリアルだなと思って嬉しいっつって、そしたらね1件こんなコメントがあったんですよね。とんかつはうまい、でもご飯がてんてんてんて、うん、でその人はポイントを星で言うと3ポイントつけてくれたんだよね。まあ本当にコメントくれてありがとうございます。だけどまあその3点っていうのがあると、平均するとなんだっけな、4.6 とかなんかそんな風になるんだよね。だから今まで5点満点をキープしてたんだけど、まあ6人目ぐらいでそのオール5がねオール5つ星が崩壊した、もう叶わぬ夢になったという、うん、でまあそれはさ受け止めるべきだよな、受け止めるべきで、米が点々点ってまあ俺言いたいこと分かるんだよね、うん、だけどね俺たちは硬い米で勝負してます。はい、これはもうこだわりなんで、そこ変えればいいのにっていう人もいるかもしれないけど、俺たちは米が一番美味しい状態を求めた結果そこだったんで、まあそれを続けてるだけなんだけどね。まあこれもこの5つ星これがのコメントだったり採点が評価が100人200人になってった時にはもうその3点つけた人はもうひっくり返るよね。うん、いやあそこの米うまいよとかいきなりこれから5点満点の人たちが言ってくれたら、まあその結果っていうのはひっくり返る。だから一人の意見で言われてるからって変えるっていうのはねちょっとむずい。うん、だからその人がとんかつうまい、そして米も柔らかくてうまいっていう、うん、ほーら言っただろって言うかもしれない、言いたいかもしれない、だけどそれは絶対ない、うん、お客さんの言ってきたほーら言っただろって俺言われたことない。いろいろここ変えた方がいいよとか、ここをこうした方がいいとか、まあ窓はスケスケ、スケガラスっていうかもうがっつり見えた方がいいとかさ、なんか観葉植物置いた方がいいよとかさ、うん、テレビは置かない方がいいよとか、なんかいろいろなんか無駄なアドバイスはいろいろ聞いてきたんだけど、
それを実行したことは一回もないですありえないっしょみたいな。その人がそれで結果なんかそれをやったらお客さんが増えたってことがないから、うん、それでお客さんが増えたんだったらほーら言っただろ、だから俺の言った通りにすればよかったんだよってねえから。全然そんなことはないんで、まあ自分信じてやっていくまでだけど、うん、だからうちは米硬いっす、うん、だけどそれが嫌だったら、もうこれ見て、お米硬いんだったら俺絶対行かないってやつがいるんだったら、それシャーニー、それはシャーニー、俺もそこは無理してマジこいいやとか言えねえよ、そんなダサくないし、うん、で、そのさ、言ってくれた人がさ、うん、まあ本名だと思うんだよね、本名実名でやってくれてたんだよ。で、その人のこと俺がもうバチバチもうすげえ知ってる人なの。だから、で、そのすげえ知ってる人が、ああ、3点なんだと思って、ちょっとそこはショックだったんでね。その人が、まあ、他にもいろいろ点数つけてるお店が何個かあったから、ああ、なんだろう。まあ、この人にとって3点ってどういう感じなんだろうっていうので、ちょっと見させてもらったの。その人が行ったお店とか。そしたら、まあ、そこも知ってるお店なんだけど、知ってるお店、5点とか言って、料理うましとか。うわいいなこのコメントみたいな。で平井の知ってるラーメン屋さんとかね、ああ今の時期冷やしのね豆乳ラーメン、うん、めちゃめちゃうまし5点とかね、おいいなみたいな。それで俺3点なんだと思って、で他に3点とかなかったから、ああなんかすげえがっかりさせちゃったなみたいな、左遷したみたいな思ってたんだけど、1点っていうのがあったの。もうマジかみたいな、なんで1点ってと思ってパッて見たらパチンコ屋だったのそれ絶対さ出なかったんだろうなその日な。それはムカつくよな。多分出てたら絶対5ポイントじゃん。だけどまあ1ポイントだったってことは出なかったんだよな。で1ポイントの一つ星のやつがもう1個あったの。それ何だったのなーって見たら、それもパチンコ屋だったの出なかったんだよな。まあだからまあその人はね多分真実を書いてくれたから、まあしょうがないです、飲み込みます。うん、だけど米は多分柔らかくはならないです、うん、おそらく間違いなく、はい。なんでとんかつだけも全然大丈夫なんで、とんかつと豚汁とか、まあとんかつだけでも単品でも全然召し上がっていただけるんで、ぜひまた遊びに来てください。でもしもご飯が食べたかったらちょっと行ってください。今のその時の最高を出すつもりで毎日やってるんで、遊びに来てください。お願いします。そうだな、今日はお客さんで、まあ、この五島一発、毎日が本番から毎日が冗談じゃねえまで150-160本ぐらいあるでしょ。それ全部見てくれてる人がお客さんで来てくれました。ありやすありやす。やっぱその人は飲食店やってる人なんだけど、その人も言ってくれるのはなんかその飲食にやっぱまつわる話とかは聞きたいかなみたいな。あ、ありがとうございますみたいな。で、子供とかが、サムネイル、表紙になって出てるときは、あ、だいたい後藤さんは今日ちょっと抜いてるなと。ちょっと力抜いてるなみたいな。子供とかでごまかしてるみたいな。思ってるみたいなんで、まあ、なんかね、本当思ってることバレてるね。うん、バレてんのかな。うん。だけど、それはね、すげえ感じるわ。うん。だけどね。やっぱそうだよね。だけどとか言っちゃってる時点で俺ダメだよね。だけど子供とかさ、見たいっていう人案外多いんだよとか。そうじゃないな。そうじゃないな。もっと頑張ります。これからも応援をよろしくお願いします。しか言えねえ。言えねえ。そうだね。まあ子供とかも、は、
まあだけど本当に20本に1本とかじゃない、子供とかが出てくるのなんて。まあそんなのもまあまあちょっとは楽しんでほしいんで、これからも五度一発毎日が冗談じゃねえ、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイとか言わないでしょ俺。ああ終わらないスタイル、終わらない歌を歌おう。そうだ、とんかつパンパン、マジですんげえ調子いいわけじゃないっす。うん、今俺が想像してた、うん、そうだね、想像してた4ヶ月後と現在の4ヶ月後、うん、大きく差があります。こんなはずじゃなかったのにもあるよ、ちょっとそこの部分もある。うん、だけどそのねままじゃしょうがないじゃん。うん、もうどんどん何かしらかましていかないといけないと思うんだけど、もしかしたらというか、俺夜営業を全く違うお店というか、ちょっと前回ぐらいで話したんだけど、親父がさ残してくれたものっていうので兄弟の話したじゃん。で親父が残してくれたものね、まだあって、親父が残してくれたのは鶴屋の餃子っていう、まあ、焼き餃子もあるし水餃子もあるんだけど、それさここのお店で出したいなと思ってんの。で8年間やってた二平寺って居酒屋のかなり初期、これ知ってる人は本当古いみたいな人なんだけど、古くからの常連さんっていうか、うん、鶴屋の餃子めちゃ売れてたよね。うん、うちのね、俺のやってた二平寺は酒は高えし飯はまじいって超言われてて、それでも続けてたっていう奇跡の飲食店なんだけど、その中でも唯一というか、まあ、串焼き絶対うまいんだけど、その唯一の他に鶴屋の餃子はマジでリスペクトされてた、マジで超うまい言われまくってて、でやっぱ、うん、千葉県市川で最強だとも俺は思う。ちょっとエリアちっちゃいだけど市川最強ですでにすげえだろお前この野郎、王将よりうまいとかそういうチャサい質問やめてくださいみたいな、そこはお断りします、ノーコメントでお願いします。本気でやばくて鶴屋の餃子で、それを夜やっちゃおうかなと思ってね。そうで夜例えば6時ぐらいから10時ぐらいまで餃子専門店、昼はとんかつ夜は餃子で、亀戸餃子ってさ、いらっしゃいませとか言ったらさ、ペンとか言ってまず2皿出てくるの、ポンポンって。それで飲み物アルコール頼むか頼まないかみたいな、ビール飲むのかみたいな、そんなんだけどさ、俺が夜やる店もそうしようかなと思って、もうまあ店の前に餃子専門店って書いてて、で書いてんのに酒だけでいいですかってやつはダメでしょ餃子専門店だからみたいな、だからそれもやったらね言われるんだよ絶対、ごと夜やるならとんかつやれってとか、いきなり違うことはするなとか、余計なこと言うんだろうめえ、まためんどくせえ俺だけど、そういうの反対しちゃうから、反対力強いんだよ俺。だから夜ね多分やると思うよ。ちょっとこのままじゃね、ほんとコロナに負けるな、負ける、これは負ける、このままでいたらコロナにボコられるから、そうじゃなくて、まあ夜餃子やっちゃおうかなと思って、もう入った瞬間餃子もう焼いちゃう、鶴屋の餃子で、酒飲むと食えないんだよねとか、いやお前来なくていいからってなる、餃子専門店ですから。いやほんとね、鶴屋の餃子ちょっとかませていいマジで、で昼は食べられないんですかってやつが出てくるんだけど、うるせえできねえよみたいな、昼はとんかつだっつってんのな、あまずそのとんかつ食い来いよお前、そこからだよお前、鶴屋の餃子の話はな、ちょっとマジこれあるね、あるで、それをね、まあ、10月からやろうと思ってますっつったら、もう有名 YouTuber、 うん、みんなに怒られるね、お前何やってんだよって、行動がなってないと、うん、すぐやらないとね
だけどそのオペレーションはもう本当ね、1時間考えればできるよね。いやできるよ、できるできる、うん。だから餃子専門店になる臭いですあそこ何やってんのって言うかもしれない。みんな後藤が迷い出したと、瞑想しだしたと絶対言う、絶対言うけど、これ見てるやつ分かって、俺やるやつじゃん、俺やるやつじゃん、ビッグマウス叩くやつじゃん、やるよ、待ってろ。まあ餃子がね先にバカ売れしちゃうんでしょ餃子サンドやっちゃう、餃子サンド、あー怖い怖い怖いよ。水餃子、水餃子専門店にしようかな、マジで。コンビニのおでんより絶対うまい、マジうまい。で俺たちの強みは餃子もうまい、とんかつもうまい、店員顔面白い、やべえだろ、これはマジでいい。本当にお前につけるタレはね、あれ違うよ、タレ、タレ使わない、いや塩でいこう。うちの鶴屋の餃子は塩なんだよ、塩タンメンみたいな。あ、キャベツ使える、うー、やる、もやしで、もやし入れてタンメン風なんだよね、タンメンの麺が餃子みたいな、うん。いや見えてきたわ、見えてきた、見えてきたっていうのをもう先行プレミアム上映ですよ。みんな俺の考えてることをみんなも今この瞬間分かったんだから、これから俺が餃子屋になるまでどんぐらいかかるかはみんなが一番分かってるってこと。やるなら今しかねえ、行く、やっちゃう、人生楽しんでこうぜ、強盗一発、毎日が冗談じゃねえ。